ルーブル美術館に収められているタナグラ人形レディー・イン・ブルー。高さ33センチ。タナグラ人形は、ギリシアのボイオーティア地方のタナグラで、紀元前4世紀後半から作られたテラコッタの人形。多くが高さ10から20センチメートルである。タナグラ人形は型に粘土を入れて、およその形を作り、型から出した後に彫刻して仕上げる。着色は、 焼く前に白い霊章を塗ることでなされるが、焼いた後に水彩で淡く着色されることもある。棚倉人形のほとんどは女性像であるが、男性像や少年像も見つかっている。ほとんどは普段着の姿を模しており、帽子や鼻は扇子などを装飾していることもある。ヒマティオンをまとっているものもある。他には宗教的な意味を持つ人形が多い。 棚倉人形は1860年代の終わりまでは、あまり見つかっておらず、注目もされていなかった。その後、ボイオーティアバーッツイの農夫が、古代の墓をいくつか発掘してこの人形を発見した。特に1874年には、紀元前4から3世紀のものが多数見つかっている。また、紀元前3世紀から1世紀の墓の内外で、 小さな人形が多数見つかっている。棚倉で最も多く発掘されており、他の場所で見つかったものも含めてここが初期の主な製造元であり、その後アレクサンドリア、マグナ・グラエギアのタラント、シチリアのチェントゥリッペ、ミュシアのミリアなど地中海沿岸の各地で製作されたと判明した。 アレクサンドリアのグレコローマン美術館に収められた女神の謎を棚倉人形は19世紀の中流階級の人に写実主義の美術品として人気を博した。フランスの彫刻家ジャン・レオン・ジェロームは棚倉人形に影響を受けた彫像をいくつか作っている。イギリスの作家オスカー・ワイルドは儀曲理想の夫の中でメーベルは棚倉人形のようであると書いている。 ナグラ人形の人気が高かったため、偽物も多く作られた。2005年、ジンクとポルトは、大英博物館に収められているナグラ人形の2割が偽物であると報告している。ありがとうございます。